肘をこう出せます。で、この肘ポンってなった時にこっちが自分はこっち、相手の手はこっちになります。その時にこの腕を頭後ろに戻すつもりでこっちが回します。ほんで腕が上がります。できたらこっちだけでもっていうか締められます。いいところで、で、この押す方の腕を相手の耳より後ろにするというか、言うたらさっきの後ろにこう回すようにこの練習やってるでしょ。と今の同じで、言うたら極端に言ったらこう回してるってこうなんだよね。あの、こっちに失敗した、お前で、腕キャッチ逆に何がないと、痛いかこっち来るとこの時にもう引っかん前足に対してかけられるゆっくり、バランス取られる。